ビルヘルム一世は、14世紀のカバイエルン公、エノー博、ホラント博、ゼーラント博、レスター博でもあった。父は神聖ローマ皇帝ルートビヒ4世。母は、エノー博、ホラント博、ゼーラント博の相続人、マルガレーテ女博。ルートビヒ5世、ステファン2世は、イボアニ、ルートビヒ6世は、ドーボアニ、アルブレヒト1世、オットー5世は、ドーボ帝である。 1347年に父が没死、1349年に医療が分割されたとき、ビルヘルム一世は、イボアニのシュテファン二世と同母弟のアルブレヒト一世と、共にシモバイエルンを相続した。その後、1353年にシモバイエルンはさらに分割、シュテファン二世は、ランツ風等を獲得、ビルヘルム一世とアルブレヒト一世は、シュトラウビングの公爵となった。 1350年、母が、レーデルラント貴族に擁立されて、ビルヘルム一世と対立、イングランド王エドワード三世への介入もあり、内戦が拡大したが、1354年には僕、母の領土の一部、ホラントとゼーラントを譲り受けたが、残りのエノーは1356年の母の死によって、相続した。しかし、1357年に精神に異常をきたした、ため、 アルブレヒト一世が政務を代行、ビルヘルム一世は1389年に死ぬまで遊兵された。その後、シュトラウィング、ホラント、ゼーラント、エノーはアルブレヒト一世に受け継がれた。1352年にランカスター公ヘンリー・オブ・グロスモントの長女モードと結婚したが、子はなかった。ありがとうございます。